第2試合アトム級4回戦を行います。赤コーナー101パウンドジャパンスポーツクラブ所属、野口智代。青コーナープロデビュー戦、100パウンド2分の1、山上ジム所属、越井優。ジャッジ浅尾和信、同じく山田一光、同じく葛城明彦、レフェリー福士裕二。第2試合、両選手の経歴に先生をご紹介いたします。赤コーナー、野口智代、ジャパンスポーツクラブ所属、1986年3月4日まで新潟県佐渡市出身。本日がデビュー戦ですが、今日の成績は1戦1勝です。対します、青コーナー、越井優、山上ジム所属、1985年6月8日まで神奈川県横浜市港南区出身。星井選手、本日がデビュー戦ですが、アマチュア戦績は3戦1勝2敗です。2回目。
デビュー戦の戦績も本日はご紹介いただきます。なおプログラムに印刷されています。3回目ラウンド4回目ラウンド4 Now last round
第2試合採点の結果をお知らせいたします。ジャッジ山田一行同じく桂木明彦39対38、ジャッジ浅尾和信39対37、以上3対0の採点をもちまして勝者赤コーナー野口